春月十日です。どうもお久しぶり。去年来れなかったんですけど、2年ぶりにやってきました。皆さんもうそろそろうとうとしてる頃だと思いますけど、最後に目を覚ましていきたいと思います。よろしく。
ね、新月とかです。お久しぶりの方も、初めましての方も、起きてますか？大丈夫ですか？起きてないぞ、起きて。私たち今日3時ぐらいに着いたんですけど、そのぐらいの時間から夕方にかけてずっと大きな虹がかかってたの見た人、見た、すごい綺麗でしたね。私たち、その今っていうか、これから8月入って8月のもう下旬まで長いツアーが始まります。6月にアルバムを出しまして、もうそれを引っ提げてのツアーになるんですが、8月5日は広島、5日じゃない、6日、8月6日は広島、8月9日長崎、西の方に旅していきます。そして、山口県上関の岩井島をツアーの最後にして、あ、最後じゃないんです、最後また福島に来るんですよ。まあそれはまた後でいろいろインフォメーションしたいと思いますが、その旅がこれから始まるので、その広島長崎に、まつわる曲を一曲やりたいと思います。広島に落ちた原爆が、リトルボーイ、長崎に落ちた原爆がファットマンと言います。次の曲は平和じゃない原子力の歌、太った男と小さな少年が世界を壊した夏。Thank you.
母手握り母大丈夫ですか、うん、あのまあそれで広島とか長崎とか行ってくるわけなんですけど、まあ、そういういろいろ自分たちにとって要所重要な場所に行くにあたってちょっと今回のツアーせっかくだから新曲を作ろうということで、まあ、こういうヘビーな感じのヘビーなというか重苦しいですねいう曲がうちら多いんですけども、でもよくよく考えてみるともうあの国を動かしている人たちのなんかガチガチなわけですよね。でガチガチにはやっぱこうグニャグニャで対抗しないといけないな、もうヘラヘラしてなるべくしなやかに戦っていかないといけないなと思って、作った曲で、もう一転してふわっとするんで、タイトルはまだ未定ですけど仮で「ヘイヘイワワワ」というタイトルがついてます。じゃあ今日が初めて人前でやるんです。
思って、それもね、4月に沖縄行ったんですよ。で、辺野古の座り込みやって割と過酷な現場だなとつくづく思ったんですけど、まあ、座り込みしてる人にも機動隊の人にもいろんな人がいて、平和的な人もいれば穏やかな人もいれば、やばいやばいみたいな、おらおらおらみたいな感じの人もいて、もうそれはもう個人差なんですけど、やっぱり平和的にやらないとこういった犯行は続かないななんてしみじみ思ったりなんかして、まあ生きてる間にできること限られてますけど、まあ、どうせ死ぬんだし、なんかちょっとでも平和にして死にたいなとか、まあ、みんなそう思ってると思うんですけど、みんな平和に生きたいだけだ。そう、みんな平和に生きたいし平和に生きたいと思ってると思うんですけど、無意識に、まあ、こんなもんかなって諦めたりとかもしちゃってて、あれでも私ここでこんなことを喋る予定じゃなくてアルバム出したって言ったじゃないですか。ここまでやった曲アルバムに入ってたり入ってなかったりみたいな感じなんですけど、ここからはちょっとアルバム曲をフォーカスして、さあ今度この人がメインボーカルです。Thank you.
ます。明日は私たちが、ここ3年ずっとやっている福島ジャズルという路上イベントをですね、いわき駅前で、やります。大体夕方4時ぐらいから参加自由の、もう飛び入り歓迎みたいな路上オープンマイクみたいなやつなんですけど、やりたいっていう人がいるまでいつもやってるんで、多分8時ぐらいまでやってるかな。今日の帰り、明日帰る人とか道すがらいわき通るよっていう人いたらぜひ見に来てもよし、なんか一曲やらせるもよしっていう感じです、はい。で、その福島ジャグル、ずっとやってるんですけど、なんか8月はちょっといつもいわき駅前だけど場所を変えて鮫川河川敷公園っていうところでやろうって言ってて、高校生がメインなんですよ。そもそも未成年の子たちが何でも言いたいこと言える場所を作ろうっていうので始めたんですけど、本当に主に実際高校生たちがメインでやってます。で、楽しくコミュニケーションできる場にしていきたいと思って続けてきて、なんとなくそういう役割を果たせてきた今日この頃なんですが、そのジャグルカンパも募集しております。あっち、ちょうど坂登ってきてここに到達したあたりに、物販出してて、CD もあとカンパボックスもあるので、100円でも200円でももしお気持ち入れてもらえると嬉しいなと思います。で、CD は、あれ言い忘れたことある？CD には去年来れなかったから去年リリースしたアルバムもあるの。だから新月とか知ってる結構好きみたいな人いたらもう2枚ゲットしてくださいそれで、慌ててる？あ、大丈夫結構初心者で緊張するほどいっぱい喋っちゃうんですよ。何やと場所、CD を売る場所は言ってあそこで一応この、メンバーもうろちょろしていて、みんな CD 持ちながらうろちょろして好きあらば売りつけようと思ってるんでもしそう声かけたら売りつけられると思って怯えないで、別に気軽に声かけてください。お知らせしませんか？じゃあそんな感じかな。じゃあラスト2曲です。ありがとうございます。また会いましょう。Thank you.
Thank you.
だー。